西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もたくさんまたいただいております。ありがとうございます。その中で今日もまたトップハンディさん40代男性大阪、この方ね本当にね毎週質問いただいております。それもまあいろいろなんかその時期にあった質問で読ませていただくことになるんですけれども、このトップハンディさんの質問はですね、新聞を見て驚きましたと。西田氏が委員長に内定とのこと、これではもうあのやじが聞けなくなる。そこで質問です。ストレスがたまりませんかと。また委員長として、大臣役人の曖昧な答弁など鋭く突っ込み入れていただくなど、今までの委員長とは一段違うものを出していくのでしょうか。新任委員長としての所信表明をお願いしますということでいます。まあ、この私原子力問題特別委員長というのに、今年になったんですけれども、まあ、これはですね、例の、3.11 のですね大震災、あれによって福島原発が大変なことになったと。でそこでも国会事故調査委員会というのができてですね、でそこでさまざまな提言がこうされてきて、まあ、規制側とその産業推進側とを分けようと、原子力規制庁というのができてですね、まあ、その原子力規制庁というのをですね、この立法府の立場からも監視していこうと、まあ、そういうことであります。従いまして、そこは第三その三条委員会のようなものですから、独立した機関になってますからね、そこに大臣がいて云々という形ではないので、まあ、所管大臣というのが、基本的にいないんですよね。ですから、まあ具体的な法案の今、かかっている状態でもないですから、まあ、その原子力問題、全体いろんな問題についてですね、さまざまな調査をしていこうと、まあ、こういうことになるんだろうと思います。まだ参議院ではできて、昨年できたところでございますけれども、私が2代目の委員長ということになるわけですけれども、私自身はですね今考えているのは、まあ今回の国会はですね非常に会期短いですから、まあ、一度、一般的な調査ができたらなと思ってるんですけれども、それとは別にですね、私自身原子力問題についてはいろいろ思うところがあるわけなんです。と言いますのは、まあ、この国会事故調査委員会ができていろんなこの報告がありましたけれども、やっぱり一番はっきりした報告を出しているのはですね、あの震災の時に菅直人総理大臣の言動というのがですね大変なこの現場の混乱を引き起こしたということをはっきり事故調は書いているわけですよね。でこれみんな忘れてしまってるんですけれども、要するに弁当やれとかですね、それから絶対撤退はさせないとかですね、まあそれも撤退するとは言ってなかったんだということが吉田調書でですね明らかになったり、まあ、してきてますけれども、要するに、この官邸というですね、離れた立場と、それから原子力この発電所の現場ですよね、そのオンサイトとオフサイト、これそれぞれやるべきことが違うわけですよね。で現場の仕事は現場が、必死で やらなきゃならないし、でそこで本当に命がけでやっていると。でそれをですね、このオフサイト、その現場から離れている人はですね、じゃあ現場で何が足りないのかと、じゃあ何をそれじゃあ現場に持っていったらいいのかと、どういう援助をすればいいのかと、まあ、これやるのが実は官邸やその行政なんですよね。でそこがめちゃくちゃになっていて、まあ、ただ単に現場に乱入して混乱させたというのが、この前のあの事故調が報告している一番大きなこの提言であるわけなんですけれども、そのことももう一度私はですね国民の皆さんが共に思い起こさなければならないと思ってますけれども、同時に今この規制庁ができたりして、まあ、このそこが再稼働のですね審査をしていくわけなんですけれども、その時にですね、まあ、再稼働すべきでないという意見がまだまだ多いんですよね。しかし私はこれはきっちりですね安全基準が、それも世界で一番厳しい安全基準を基準をしっかり見直してですね、かつての基準も随分見直して、で疑わしいところは徹底的に調べてですよ、断層もものすごく大きな穴を掘って調べてやってますよね。でそういうこともやって、基準が満たされたら当然やっていけばいいわけなんですけれども、その基準がしっかりするということももちろん大事なんですけれども、もっと大事なのはですね、そもそも原子力発電所に対する恐怖心というのは一体何なのかというと、これやっぱり原子力発電所安全だと言われていたけれども、やっぱり事故になったら怖いよねと、
まあいうメルトダウンを実際炉心がしたわけですから、当然ですね。でそしてその怖いよねというのは、要するにその時に、その核物質がですね、この飛散することによって健康被害が出るんじゃないのかと。でその時に一番重い出すのがですね、広島の原爆のあの大災害であったりですよ、それからチェルノブイリの事故の話になるわけですね。どちらも大きな爆発をして、周りに大きな健康被害をもたらしたわけですよね。で、福島の場合にはですね、チェルノブイリのような爆発ではなかった、水素爆発で、炉心が爆発したわけではないとしましてもですね、やっぱりそこからさまざまな原子力物質が、はい、出たじゃないかと、放射性物質が出たじゃないかと、でそれが健康被害にもたらす影響があるんじゃないかということなんですが、ここをですね、私は、もう少し、日本の中で言ってるのと世界で言ってるのとはですね、随分かけ離れているような気がするんですね。世界の原子力の研究家専門家の方々が決めてきた基準よりも、日本はかなり、この厳しい、この基準値をこの民主党政権でやったわけですよね。で年間被曝量もですよ、非常にもう低い数値にしてしまったために、まあ、ハードルを上げてしまったために、今まだ、この自分のふるさとに戻れない人がいるんですけれども、なんでそういう基準値になったのかと、その根拠は何なのかと、ということを調べていきたいと思っています。で私はこれはいろいろその前にもう調べてますから、分かっているところはですね、要するに少しでも原子力のその放射能を浴びない方がいいんだと、という前提になってるんですよね。しかし世界の常識ではですね、少しでも浴びなくてもいいというよりも、ある一定の量以下ではですね、その浴びたからといって浴びないからといってその差が出ないと、差が出ないということは、その結局そこから先、そこから下の数値になると健康被害について明確な証拠がないと、むしろそういうことによって健康被害を受けたとは言えないと、他の原因でなったのこと一緒になってしまうと、まあ、そういうデータがあるわけですよね。でつまりこのことは何を意味しているのかというと、ある一定量のこの放射線量はこの健康被害に対してですね、影響があるという明確な証拠付けがそこでないわけなんですよね。でむしろ他の原因の方があったんじゃないのかと。でじゃあそういう言い方すると、そこは何もな、じゃあ、あったという証拠がないわけで、ないという証拠がないじゃないかと、こういう言い方されるわけですけれども、このないという証拠を見つけるということ自体が大変な話なんですけれどもね、少なくともあるという証拠がないということはですよ、これは少なくとも我々の知見の中では、今までのその広島、長崎、それからチェルノブイリ、まあ、こういう大きな、不幸な、とんでも悲惨なですね、事故経験から、この貴重なですね、データが出てるわけですよね。特に広島、長崎では米軍がこのデータをつぶさに集めてきて、残してきてると。でそういうことから考えてきたデータをですよ、我々はやっぱり一番信用するというのが当然のことだと思うんですよね。でそういうことも含めてですね、何がそういう我々に恐怖感を与えてきてしまっているのかと、誤解されている部分があるではないかということをですね、まあ、せっかく私もこの特別委員長に、任命をされましたの でありますから、これ委員会の改正とは別にですね、そのことをですね、関係機関にですね、この指摘をして、納得いくまで私自身、調べていきたいと思っています。そしてそのことはですね、また、いろんな形で、公表して国民に事実を知らせていきたいと思っていますけれども、まあ、いずれにいたしましても、まあ、そういう形でですね、特別委員長、職責を果たしていきたいと思うんです。それからまあヤジがね云々って話をトップハンディさんもおっしゃってましたけれども、まあヤジは、議会の花でありますから、まあ、委員長がですね自分で自分の委員会でヤジ飛ばすのはそんなことありえないんで、それはできませんけれども、まあ本会議はじめですね、いろんな他の委員会、ここにおきましてはですね、その都度適切なですね、この議会の活性化のための発言をしていきたいと思ってるわけです。まあ、それを考えずにやってしまうと、何かですね、変なところで足を引っ張られて、自分で自分の首を絞めるということになりかねませんのでね、これはしっかりそういう失敗をされている方の話を他団の意思としてですね、戒めておかなければならないと思っています。まあ、そういうことで、今日はですね、
特別委員長、原子力問題特別委員長になりましたけれども、まあ、抱負の一端をお話をさせていただきました。今回もご質問いただきましてありがとうございました。